ドラクエ8では錬金釜というアイテムを作り出すシステムが登場。しかし中には作ると損をするような、いわゆる地雷錬金というものがある。素材があるから気にせず作っちゃって、後でめっちゃ後悔したことがあったわ。そこで今回は絶対に作ってはいけない地雷錬金を7つピックアップしてみた。主観で選んだところも大いにあるので、他にも地雷錬金レシピは存在するかもしれない。錬金して損をしたというものがあれば、ぜひコメントで教えてほしいぜ。楽しみだわ。どんなレシピが選ばれているのかしら。まずはヤンガスが装備できる金の斧。攻撃力は27、錬金でしか作れず、売り値は5000ゴールドだ。錬金レシピは鉄の斧×金塊。レシピはトロデイン城の図書室で入手可能だぜ。そういえばそんなレシピあったわね。これはどこが地雷なのかしら。貴重な金塊を使うレシピなのに、元々の鉄の斧に比べて攻撃力が11も下がってしまうんだ。え？錬金したのに弱くなるの？金メッキを施したことで切れ味が落ちたのかもしれないが、材料より弱いというのはさすがにどうかと思うよな。しかも金塊は低確率ドロップを除けばゲームの中で2つしか手に入らないぜ。うわぁ、そんなの使っちゃったら後悔しかしないわよ。鉄の斧は簡単に手に入るため何も考えず安直に作りがちだしな。なかなか手に入らない貴重な金塊を使って、これは悪質な詐欺に近いぜ。ほんとそうよ、プレイヤーを騙そうとしているとしか思えないわ。霊夢、俺だよ俺、事業に失敗しちゃったから口座に10万振り込んでくれないか。チャンスとばかりに詐欺らないでくれる。というか事業失敗は10万じゃ無理だから。ちなみに金塊を使ったレシピは他にも、賢者の石や黄金のティアラなど有用なものが多数あるんだ。だったらなおさら作る意味がないわね。有用な使い道は本当にないのかしら。あ、金の斧って5000ゴールドで売れるからお金稼ぎになるんじゃない。高値で売れるらしいが、売り値は素材の金塊と同じ5000ゴールドだぜ。素材と同じ？むしろもう一つの素材分損するじゃない。せめて素材より高値で売れるなら、まだ価値があったかもしれないな。ちなみに金の斧のレシピは、錬金術の落とし穴というレシピ集で登場するくらい有名な地雷錬金だ。錬金術の落とし穴ってガチで騙す気満々じゃないのよ。一応、素材として使うと、最速でキングアックスやムーンアックスが手に入る。あら、強い武器の素材になるのね。ああ、レシピだけ見ると斧錬金の定石パターンかと錯覚するので、ついつい金の斧を錬金して後悔するプレイヤーが続出したんだ。そもそもキングアックスやムーンアックスは錬金しなくても後で入手できるぜ。あちゃー、素材としての価値もないわね。まあ最速で錬金するとその時点では強力すぎる武器になるので、低レベル攻略や RTA などの縛りプレイではお世話になるかもしれないが、代償の金塊はやはり大きすぎるな。通常プレイだと罠でしかないものね。錬金術の落とし穴で注意喚起はされているものの、それなら最初からそんなレシピ作るなと言いたいぜ。次もヤンガスが装備できるキングアックス。攻撃力80、錬金レシピは金の斧×スライムの冠だ。この錬金は多くのプレイヤーを絶望の淵に叩き落としたんだぜ。さっきの金の斧から派生する武器ね、どうしてそこまでの地雷と化しているの？そもそも錬金レシピはゲーム中に存在せず、当時発売された週刊少年ジャンプでレシピが紹介されたんだ。え？そうだったの？それについては後で触れるとして、まずは基本情報を紹介するぜ。お願いするわ。キングアックスを錬金するには、金塊を消費する金の斧と、はぐれメタルの剣などに必要な高級素材、スライムの冠が必要だ。ふむふむ、錬金で作る場合、その時点で使う他の斧よりはかなり強いが、三角谷まで待てば17000ゴールドで店売りされている。素材を考えたらわざわざ作るまでもないのは明らかだぜ。店売りされているものを作るのに貴重な素材を使うのはもったいないよね。だが金の斧と違い、ゲーム中での警告がないから作りたくなる。しかもこれより強い覇王の斧が普通に拾えるんだ。これらの理由から錬金するデメリットがあまりにも多すぎるぜ。本当に悪質すぎない？どうしてこんなレシピ作っちゃったのかしら。そりゃもちろん、地雷錬金したプレイヤーの嘆きをネットで見てニヤニヤするためだろ。鬼畜の所業？そんな奴は開発者にしちゃダメよ。まあまあ。本来、錬金レシピをゲームの中で知ることは不可能で、通常プレイで錬金することはほぼなかったはずだったんだ。あら、そうだったのね。ところがジャンプに書かれたせいで、意気揚々と錬金する被害者が続出。キングアックスという名前も最強の斧だと勘違いして、被害を拡大させた原因だろうな。そりゃ有名な少年漫画雑誌に載ってたら疑うことなく作っちゃうわよ。このようにデメリットばかりが目立つ錬金レシピではあるものの、
アイテムそのものの性能はいいんだ。金塊とスライムの冠さえあれば作れるため、最速攻略などではお世話になるぜ。それはせめてもの救いだわ。だが、普通のプレイで貴重な素材2つを消費するのはあまりにもったいない。この地雷錬金を、さも有用な攻略法と誤解させてしまった週刊少年ジャンプの罪は重いぜ。まあそんなつもりはなかったんでしょうけどね。次は主人公が装備できるメタルウィング。攻撃力は70で本作最高の攻撃力を持つブーメランだ。売り値は 36,000 ゴールドだが一つしか作れない。値段は魅力的だけど一点物なら売るわけにはいかないわね。錬金レシピはウィングエッジ×メタルキングの槍、暗黒魔杖と死にてレシピを入手できるぜ。最強のブーメランなのよね。なのに地雷なの？もちろん地雷なんだぜ。まず、一品物のメタルキングの槍を消費するのに性能は弱いんだ。最強だけど性能は弱いってなんだかトンチみたいね。さらに、歌い文句でもあるメタル系に対する特攻があまりにもしょぼい。というと？メタル斬り同様、1から2ダメージが全体に与えられるだけだぜ。メタルスライムの体もやすやすと切り裂く。というキャッチコピーに釣られて錬金して、愕然としたプレイヤーも多かったはずだ。確かにそれは広告詐欺だわ。スライムの体もやすやすと切り裂くならよかったのにな。嘘はついてないけど、それもただのブーメランだから。そのためはぐれメタルやメタルキングを倒すなら、大魔神斬りや雷光一閃月の方がかなり実用的だ。さらにはテンションアップのダメージも乗らないんだぜ。もはやメリットが思いつかないわ。そもそも終盤の主人公の武器としてブーメランの攻撃力不足は深刻。剣や槍が強く、その槍の最強武器を消費してまで作る必然性がないぜ。しかも同じブーメランでも、炎のブーメランと攻撃力が7しか変わらないんだ。最強って言うから強いと思ってたけど、ほとんど差がないじゃないの。どうしてもレシピをコンプリートしたい人は最強の槍を犠牲にするしかないが、プレイステーション2版では氷の刃の関係でそもそもコンプリートすることができないぜ。コンプリートできないの？だったら本当に錬金する価値なしだわ。あまりに不満の声が多かったせいか、次回作のドラクエ9では同名の特技になってしまったんだ。名前だけ残されただけでも優遇されてる方だと思うわよ。作中最強の槍を消費してようやく作れる最強のブーメランだが、それが余計に両者の格差を強調する皮肉な結果となったぜ。次は装飾品のインテリメガネだ。装備時の効果は賢さが15アップ。錬金レシピは目覚ましリング×理性のリング×賢さの種だぜ。3つも素材が必要なのね。ああ、レシピが複雑な上に素材に貴重なアイテムが必要なんだ。例えば、素材の目覚ましリングは錬金でしか作れないし、そこそこ高価なまどろみの剣を必要とするぜ。お金は大事だから高価な素材は勘弁してほしいわ。さらに理性のリングも打天使のレイピアを必要とするが、その打天使のレイピアにはレア素材の悪魔の尻尾が必要だ。素材を作るためにレア素材が必要ってどんどん作る気がうせていくわ。理性のリングは一応モンスターバトルロード E ランクの景品でもあるが、どちらにせよ貴重だぜ。さらにはドーピングアイテムの賢さの種まで消費するんだ。種系は大事よ。できるだけ消費したくないわね。ここまでの説明でわかる通り、明らかに素材の方が高価でレアなので作る意味を見出す方が難しい。それでも苦労して作ったのに、サザンビーク上で店売りされていたり聖地ゴルドで拾えたりするんだ。うわ、それはちょっと。早期作成したところで呪文の効果が多少底上げされるだけなので、欲しいならサザンビーク上まで待つ方がいいぜ。そうね、おとなしく待った方が無難だわ。ちなみにマジカルハットと錬金することでインテリハットになる。こちらは守備力33と優秀で、賢さも10アップするため有用だ。有用な装備の素材になるなら、まだ使い道はあるのね。とはいえ、店売りどころか聖地ゴルドで拾えるため、わざわざインテリメガネを作る必要はないがな。グーの根も出ないわ。こんな作る意味のない錬金レシピを用意するなら、せめてもう少し簡単なレシピにしてほしいぜ。次は主人公、ククール、ゲルダが装備できる氷の盾だ。装備時の効果は守備力を33アップ、矢と吹雪系ダメージを5軽減。性能的に炎の盾と対になっているんだぜ。せっかくならそうじゃないと面白くないよね。道具使用でも効果はあるのかしら。道具使用時は味方全体を氷の衣状態にするんだ。ちなみに炎の盾を道具使用すると炎の衣状態になるので、両方使えばフバー派の代わりにならないんだな。これが思わせぶりな言い方はやめなさいよ。先に使った効果は後に使った効果に消される仕様だからな。なるほど、世の中そんなに甘くないってわけね。
錬金レシピは魔法の立てかける氷の刃。薬草園の洞窟で氷の刃を手に入れてから、錬金で作成できるようになるぜ。性能的にはなかなか使えそうだけど、それでも地雷なの？素材を手に入れるより先に、氷の盾はオークニスで8500ゴールドで買えてしまうからな。そのため、このレシピを活用する意味がそもそもない。素材より先に手に入るのはダメでしょ。何か錬金素材になったりするとか？氷の盾を使った錬金レシピは存在しないぜ。しかも素材に必要な氷の刃は、プレイステーション2版では薬草園の洞窟の宝箱から手に入る一つのみしかないんだ。デメリットしかないじゃないの。同じく氷の刃を使ったレシピとして吹雪の剣もあるが、こちらも三角谷まで待てば2万1000ゴールドで店売りされているぜ。氷の刃自体がもはや罠に見えてきたわ。どちらも取り返しがつかないという点ではかなりの地雷錬金と言えるだろうな。次はゼシカとゲルダが装備できる革の鞭だ。攻撃力6のグループ攻撃武器、売り値は85ゴールドで非売品だぜ。鞭系最弱の武器で、ゼシカの初期装備でもある。最弱なのに非売品なのね。錬金レシピは悪魔の尻尾かける聖者の灰。非売品なので一応レアだが、どう考えても素材の方がレアだぜ。詳しく教えてちょうだい。例えば聖者の灰はドロップアイテムやカジノの景品を除けば4つしか手に入らない。しかもプラチナメールをはじめ優秀な武器、防具のレシピに多数必要となるぜ。ふむふむ。悪魔の尻尾もドロップアイテムを除けばクリア前に手に入るのは3つだけなんだ。一応友人族の里まで行けば素材は買えるものの、この頃には革の鞭は使い道がないからな。そんなレア素材を使って作成できるのが革の鞭っておかしすぎるわよ。だよな。悪魔と聖者なんだから魔剣エクスカリバーとかが普通だよな。何よその魔剣か聖剣かわからない剣は、12秒もほどほどにしときなさいよ。冗談はさておき、鱗の盾と錬金することで蛇側の鞭が作れるので、ゼシカの加入直後に錬金すると彼女が即戦力として活躍するんだ。というかこの武器を作らないと、ゼシカを戦力外通告しなければならないぜ。革の鞭自体は不要というわけではないのね。しかしその後、貴重な素材を使って革の鞭を作る意味はほぼない。初期装備の革の鞭を手放しても、パルミド地方の宝箱から手に入るからな。まさに地雷だわ。友人族の里にたどり着くまでは、貴重な二つの素材を、こんな最弱の鞭に費やしてはならないぜ。最後は主人公のみが装備できる、友人王の剣。デザインこそ、友人の剣の色違いでしかないが、攻撃力は驚愕の137、作中最高の値を持つ剣だ。もちろん非売品のレアものなんだぜ。まさに最強の剣にふさわしいスペックだわ。道具として使うと、敵1グループ260前後のデイン系ダメージ。ノーコストでこのダメージは非常に重宝するぜ。MP 消費しないで使えるアイテムって、ほんと助かるよね。錬金レシピは、友人の剣×はぐれメタルの剣。友人族の里を救った後、レシピを教えてもらえるんだ。ふむふむ。友人族の伝説の剣と人間界最強の剣を掛け合わせると作ることができる。比類なき最強の剣の正体がまさにこの武器。プレイステーション2版では錬金にかかる時間が最も長いが、錬金釜を強化していたら即完成するんだぜ。ちょっとマリサ、聞いてる限り地雷臭が全くしないけど？まあこのように説明するとどこが地雷なの？と思うかもしれない。ここからは最強武器にもかかわらず地雷である理由を詳しく紹介していくぜ。お願いするわ。まずロトの剣がない場合のゲルダの最強装備を素材として使うこと。そしてハヤブサの剣、貝が強すぎて武器としての性能がいまいちに映ることだ。入手時期を考えてもハヤブサの剣、貝を押しのけて使われることはまずないぜ。他に強すぎる剣があるのは残念すぎるわね。最強の剣の立場がないじゃない。その上入手時期的に友人王くらいしか使う相手がいないんだ。さらに人竜王には余裕形態に有効なドラゴンスレイヤーがあるため、結局、出番を奪われてしまうんだぜ。使う相手が限られる上に出番まで奪われるなんて。3DS 版の追憶の回廊では、友人王より強力かつドラゴンではない敵がいるため、多少は救いがあるぜ。よかった。ようやく日の目を見たのね。しかし、やはりハヤブサの剣、貝には及ばない上に、主人公よりゲルダがメイン火力になりやすいため、やはり武器としての出番は少ないな。友人王の剣、かわいそうな子。最強の武器としてデザインされたにもかかわらず、地雷錬金の烙印を押されてしまった気の毒な武器だぜ。ということで今回の動画は以上だ。このチャンネルではドラクエに関する面白いネタを今後も投稿していくぜ。チャンネル登録するかは任せるので、もう一本別の動画を見てもらえると嬉しいんだぜ。それでは。
ご視聴ありがとうございました。